加害商事堀川です。それではアプチャーマランシリーズから新発売されました小型パネルライトの P60X と P60C をご紹介したいと思います。ではまず P60X と 60C 何が違うかと言いますと、 P60X の X はバイカラーの X となっておりまして、3500K の電球色から 6500K の青白い光まで調光できるライトとなっております。そして P60C の C はマルチカラーの C となっておりまして、RGBWW を搭載しているさまざまな色の光を出せるライトとなっております。従来のアマランシリーズでは外箱のみとなっておりましたが、今回はなんとソフトケースがついております。そして 60X、60C どちらにもソフトボックスとグリッドがついております。それでは次は内容物の方を見ていきたいと思います。はい、それではこちらが内容物となっております。まず筒体、そして先ほど説明いたしましたソフトボックスとグリッドですね。それから AC アダプター、マウンティングブラケットとなっております。こちらのセットのみですぐに撮影が始められるような構成になっております。そして阿外商事でお買い求めの際はこちらのコンセントの2ピン変化をお付けいたします。さらにはメーカーの1年保証もついておりますので、お買い求めの際はぜひ阿外商事までお問い合わせください。まずはマウンティングブラケットについてですが、こちらスピゴットダゴが1つついておりまして、通常1つしかないネジ受けがこちらの P60 シリーズでは3点ございますので、このように横置きにしたり縦置きにしたり設置することができます。そしてこちらのマウンティングブラケットの方で角度を調節できます。ただ一つ注意点としましては、こちらが1つしかついてないものとなりますので、日本仕様のメス受けライトスタンドにはもう1つご用意してご利用ください。次に AC ケーブルですが、こちらの AC アダプターがついている筒体接続側はセルフロック機構となっております。コンセント側は AC アダプターを接続する部分に抜け止めのピンがついておりますので抜けにくくなっております。ソフトボックスの方はポップアップ式となっておりまして、簡単に組み立てることができます。はい、このような形ですね。ただ一つ注意点としまして、こちらのポップアップの形を保つための部品があるんですが、こちらの方がちょっと細いものとなっておりますので取り扱いには注意してください。ソフトボックス完成したのがこちらになります。厚さはこのぐらいですね。はい、取り付けの方はこちらの四隅にゴムがそれぞれついてますので、筒体の後ろにですね、このようなゴムを引っ掛けるための出っ張りがあります。そちらの方に引っ掛けていただいて取り付けができます。はい、こちらがソフトボックスをつけたものになります。これをつけることによって光を和らげて、そして照らす面積を大きくすることができます。はい、次にグリッドですね。このように簡単に組み立てられて、取り付けはこちら4つの面にマジックテープがついているので簡単に取り付けることができます。はい、このような形ですね。これをつけることによって光がまっすぐ飛ぶのと照射角を45度に抑えられることができます。次に筒体ですが、 P60X と P60C フロントのパネルの仕様が異なっております。そして大きさの方、 60X が 25×18cm、 厚さが 3.95cm となっております。 P60C が横 27×縦の 21cm、 厚さが 4.34cm となっております。重さの方ですが、 P60X が筒体が約 1kg、 こちら同梱してケースに入れた状態すべてを入れて、約 2kg となっております。 P60C の方ですが、筒体の方が 2kg、 すべて同梱してケース入れて、約 3kg となっております。26リットルのバックパックに P60X、P60C、 そしてノートパソコンを入れて持ち運びが可能です。電源供給の方はこちら AC とそして NP バッテリー2つでご利用いただけます。こちらの P60 シリーズは AC につないだ状態で NP バッテリーを接続すれば充電もできます。 NP バッテリーをご利用の際の注意点が1つございまして、ソニーの純正品をお使いいただくと動作がしない場合がありますので、弊社で取り扱っている互換品の NP バッテリーをお買い求めいただければと思います。 P60 シリーズをご利用いただくにあたっておすすめのスタンドがございます。こちら弊社で取り扱っているオリジナルブランドミリオン製のジュニアスタンドとなります。こちらの方にもスピゴットダボが1つついてますので、まさに P60 シリーズとこちらのスタンドご利用いただければすぐに撮影が始められるセットとなっております。さらに物撮りなどでご利用いただけるこういった 3D アーム、こういうふうに角度を調節してさまざまな
ライティングを組むことができます。こちらも弊社で取り扱っているクポやイメージなど様々なラインナップがございますので、用途、それから大きさに合わせてお選びいただけます。もしご用命の際は営業部までお問い合わせくださいませ。こちら P60 シリーズですね。消費電力はそれぞれ 78W となっております。 CCT モードで 60X の方がですね、 3200K から 6500K まで調光が可能です。 60C の方は 2500 から 7500K まで調光が可能です。さらに 60C にはグリーンとマゼンタの補正機能がついております。それから P60 シリーズどちらもエフェクトの機能がついております。 60X にはエフェクトが4つ、 60C にはエフェクトは10個入っております。はい、例えば P60C のマルチカラーになりますと、こういったパーティーライトモードというのがございまして、撮影だけではなくイベントなどにもご利用いただけると思います。はい、そしてこちらの P60C には今までのこういったクラスのライトにはないフリッカー補正機能がついております。すごいですね。はい、次に操作ですが、手元での操作は背面にあるコントロールパネル、遠隔の操作はサイダスリンクというアプチャ純正のアプリケーションがご利用いただけます。そちらのアプリケーションは iPhone、Android どちらも対応しており、無料でご利用いただけます。 iPad 版は有料となりますのでご注意ください。はい、こちらの P60 シリーズ単体だけではなく3と一緒になったセット販売も行っておりますので、もしご利用の際は阿賀井商事までお問い合わせください。